お疲れ様です。8月6日。暑いですね、変わらず。広島ではね、例の平和記念式典が行われましたんで、私も朝、ね、黙祷を捧げまして、まあ、心新たにというところですかね。まあ、75年前、6年前ですか。この日本という国は、徹底的に破壊され尽くして、町という町は廃墟になり、線路は寸断されて、港は全部破壊されてですね、そして漁船、運搬船、船舶はほとんどが沈んでしまいました。でもちろん、工場もないですし、銀行機能も麻痺して、そして人々の暮らしはですね、本当に地を這うモグラのような暮らしだったのかなというふうに聞いております。なんとか命からがら生き延びた人たちがその後世界から戻ってきてね、戦場から戻ってきて復員兵としてこの日本の再構築をするわけなんですけども、まあ五体満足の方はなかなかいなくってね、五体満足であっても精神が病んでいたりとか、それから肉親を亡くされたりとか、愛する家族、我が子、父や兄を亡くされて戦場に捧げたその命は何の保証されることもなく今日に至るわけなんですよね。まあそう考えると、特に、原爆も悲惨なねことではあったんですけども、当時1億人全員が国の不祥事を背負わされていたと言ってもいいでしょう。それがね、現代でも似たような形になってるんじゃないかなと私は思うんですよ。国の不祥事を国民が背負わされてるんですよね、今まさに。増税ですとかっていうのもありますし、それから十分に行き渡らない飲食店への保障、行動自粛、その反面オリンピックは賑やかに行われていて、そのオリンピックの選手ですらね、表彰されて、なんかこんな時期に申し訳ない気持ちですというふうにコメントされる方もいて、誰もね、良くなってないわけなんですよ。で、誰が甘い指示してるんだって話になっちゃいますよね。さあ、そういう前置きとともに、前回もね、私は吉田さんに申し上げましたけども、確かに鹿児島の知覧っていうのは、いわゆるそういうところです。私もよく存じ上げております。同じように、広島には海軍兵学校、そして呉の軍港があります。戦艦大和を作った、その基地がありますね。まあ、様々なところに戦争の爪痕があるわけなんですよ。それが100年経とうと200年経とうと多分消えることはないとは思うんですよね。ただその中でもどんなことがあろうとも、私たちは自分の人生を生きていくしかないんですよね。どんな目にあっても、どんな惨めな目にあっても、どんなに権利人権を剥奪されても生きていくしかないというところになってます。まあ必死に生きてもね、100年も生きられないわけですから、大抵の人は100年以内にいなくなってしまいます。その短い人生の中でね、暇な時間ってのはね、一切ないわけですよ。思えばね、今までどれだけ時間を無駄にしてきたかなと、もう反省する思いですよ、私もね。なんで今の状態で10代を過ごしてなかったんだろうかとかね、遅くとも20代に入ってなかったんだとか、確かに今の年齢でこの状況ってのはありがたい。そういう意味で言うと、なんとか間に合ったなっていうほっとする気持ちもあるんですけども、同時にですね、今まで どんなね、ちんたらしたんだ俺の人生はと思っちゃいましたね。はい、一通りね、前置きをした後で、ここから前回の広島の粗大ゴミですか、こちらの方に返信させていただきますけども、まあ唯一キーワードとして強く残ったのが、センスがあるからないからって話ですよね。私が今まで前置きを話したのはどうしてかと言いますとね、センスがあるとかないとか関係なく、当時は圧倒的に不利な状況を強いられたわけですよね。その中でも上り詰める人は上り詰めて、貧しい人は貧しく、それが死死孫孫にわたるまで影響を及ぼしていたと言ってもいいと思います。ただ単にね、上級将校だけが軍の恩給でいい思いしたわけではなくって、その焼け野原の中でね、闇市みたいなのもあったりとかね、それからもう完全に自分の商売するしかなくて、雇い先なんてないわけですから、まあその混沌の中で、ある人は事業を立ち上げ、ある人はそこに社員として参加し、まあ本当に住所もよくわからない状態、自分の過去も全くね問われない状態、まあ、もしくは敗残兵として帰ってきた方もいるかもしれません。いろいろ同じ国民にね、お前のせいで戦争負けたんだと馬鹿にされたかもしれません、いじめられたかもしれません。逆に、よく戦場で頑張ってくれたね、よく帰ってきたねと励まされたかもしれません。いろんな事情があったと思うんですよ。
で、こういう言葉があるんですよ。事情は誰にでもあると。当時もそうだし、今でもそうなんですよ。センスがある人、ない人、背が高い人、低い人、生まれながらにお金持ちの人、学歴がある人、学歴を諦めざるを得なかった人、勉強にやる気がなかった人、スポーツをやってきた人とかね、趣味が高じてそれが仕事になった人、いろんな事情があると思います。今日の時点で借金を背負ってるかもしれないし、いろんなビジネスに失敗してね、6000万の借金を負ったかもしれない。事情があるんですよ、みんな。この事情の塊っていうのが人間なんですよ。誰にでも事情あるんですよね。で、一人一人がいろんな事情を抱えてるけども、それを五分の条件にするのが、それがね、お金なんですよ。人間の事情を、いろんな事情を数値化したものがお金であり、人間が A さん、B さん、C さん、対等の条件に立とうと思ったら、お互いにお金を付き合わせるしかないんですよ。何か特別の能力がある人は、お金はあんまり出さなくていいかもしれない。でも何の能力がない人は、せめてお金ぐらい出さないと、誰もね、まともに付き合ってくれないわけなんですよ。それがやっぱり冷たい現実なんじゃないかなと思います。まあ今のね、言葉をね、短くまとめて、人間は事情の塊だと。その事情を数値化したものが金だと。人と人が五分に付き合うには、その金を使っていくしかないんだって言ったのが、誰やろう、萬田銀次郎ですよね。やっぱり南の手を、いいこと言うなと思いながらね、私の胸に刺さってるわけなんですけども、センスがあろうがなかろうが、結局ビジネスで金を捕まわなければ、人生に自由も選択もないと思うんですよね。そして人生ってのは、私が考えるに、自分のドラマをどのようにシナリオを作っていって、そのシナリオを現実化させるかの連続だと思うんですよ。中には思わぬ事件も起こるでしょうし、思わぬね、大婚約者が入ってきて台無しにする場面もあるかもしれないと。台本にないような事件も起きるかもしれない。でもそれも全部込みで自分の人生、受け取んなくちゃいけないんですよね。裏切りもあるし、騙しもあるんですよ。そこには事故もあるし、災害もあると。でも全部が自分の人生の台本の中に書いてあること、もしくはこれから書くことなんですよね。で、せっかく自分の人生を演じるんだったら、素晴らしい台本にしたいし、最後はね、できればハッピーエンドにしたい。いや、最初から最後までずっとハッピーエンドでもいいですよね。じゃあその台本をきれいに埋めようと思ったら、優秀な監督もいるし、スタッフもいるし、大道具、小道具必要ですよね。全部にお金がかかると私は思ってますよ。吉谷さんが、大道具を必要としたとき、鹿児島に移り、もしくは東京の六本木ヒルズで、いろんなね、小道具を揃えたと思います。ああ、大道具ですか。それには全てコストがかかってましたよね。中には社員という、タレント、俳優を雇ったがために、その人件費が、もう自分の人生を圧迫したかもしれませんよね。そして時には R34 という小道具を手にして、どうしても R34 とドラマを送りたかった。でも、そのためにはお金がかかるわけですよ。自分の人生を最高のステージにしようと思えば、それはそれなりにお金もかかるし、手間もかかるし、大変なことだと思います。ビジネスの何たるかを演じなければならないところもありますし、自分の足を引っ張ってくる人をね、時には別れなければならないこともあるでしょう。そういったドラマが多分人生には待ってるんじゃないですか。だから、センスがないから、配役を降りたとかね、人生降りてらんないですよね。どんな勝負も同じですけども、不利だからってやらなければ、人生は始まらないんですよね。やる前に負けちゃうわけですよ。でも、どうせ負けるようにしても、徹底的に自分の才覚を、すべて、全知全能をぶち込んでね。で、負けるにしても、一歩でも二歩でも前に進んで、前のめりに倒れるみたいなね。それは多分後悔はなく充実した人生になるんじゃないかなと思うんですよ。たとえ成功がつかめなくなったとしてもね。もっと言うと、全力を尽くす姿がまあすでに成功なんじゃないかなと思いますよね。で、一番いいのは全力を尽くした結果、自分の思い描いた人生を全て全うすることなんですけども、なかなかそうはいかないんですよね。思いもいらない夕立もあるし、地震も起きるかもしれないですしね。雷がストライクするかもしれないし、台風が来るかもしれない。それはちょっとね、運に任せるところもあるんですよ。ただやっぱり、せっかく運が向いてきても、その運を使い切るための自分のスキルがなければ、すべてを逃すことになるんじゃないかなと思いますよね。まあ、だから、センスはね、確かにあった方がいいですよ。センス、感覚ですよね。で、私がセルフバックを初めてやった時に、ひらめいたものはまさにセンスですよ。これは自分の人生を変えるかもしれないと。ついに自分は、抜け出るかもしれないって思った。確かにそれは事実ですよね。だからこそ、
もう消えようのないモチベーションがもたらされたのかもしれません。でもあの時にセンスなくてそれをね感じれなかったら、なんだこんなもので1週間ぐらいで終わってたかもしれないですよね。だからセンスは重要だと思いますけれども、じゃあセンスがなかったらねダメなのかっていうことなんですよ。センスがなければ根性とかね、そういうものが出てくる、根性がなければ体力とか知恵とか人に手伝ってもらうとか、それこそお金を使ってみるとかね、これがなくったらできませんとかではなくて、これがなかったらこっちを使ってやってみようとかね、こっちダメだったらこっちを使ってやってみようとかっていう、まあそういうふうにどん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 こう考えをね切り替えていくことっていうのはできるんじゃないですかね。そんな考えの切り替えができませんっていう人は、それはもう生涯そのままでいてくださいって話です。ただそれだけですよね。麻雀をやってる時にねこんな言葉があったんですよ。麻雀をやりながらそのプレイヤーはね、土佐犬って言うんですけども、俺は絶対に勝つ勝負しかしないと、負けるんだったら最初からやってねえよと、でイカ様なしで負けそうになったらイカ様やってでも勝つと、イカ様でも叶わなかったら気合で勝つ、気合も通用しなかったら途中で張り倒してやめてやるみたいなね、まあ、そんなことを言うわけなんですよ。まあそのぐらい勝ちへの執念っていうのが当時のね、博打ってのあったってことなんですよね、きっと。まあでもね、今は幸か不幸か、どんな勝負ごとも負けてもね苦笑いしてあーっていうだけなんですよ。カイジの限定じゃんけんってあったじゃないですか。あの時最初に何気ない言葉ですけども、こいつらじゃんけんで負けてニヤニヤしながら頭かいて去っていく、分かってんのかこいつらこの後どうなるかみたいなことをカイジが言ってますけど、まさにね、勝負って一回負けたら終わりぐらいの気持ちじゃないと、最初から負けてますよね。センスがあるとかないとかってこだわってたりとか、自分には成功できるでしょうかとかね、どんなパソコン買ったらいいでしょうかって、まあ、そんな暇はないわけですよ。とりあえず素手でもいいからやることですよね、やっぱりね。まあ私はそういうふうに思いますけどね。だから竹原さんも7年前でしたっけね、ガチンコファイトクラブのオファーが来るまではせっかく世界チャンピオンになったのになんか全然お金がなくって、日焼けサロンのバイトまでしたらしいですよね、世界チャンピオンが。何人の世界中の猛者を倒してきたかわからないその男が、家に帰るとまさに日焼けサロンの係というね。もちろん日焼けサロンをバカにするわけではないんですけども、ここにシルベスタスタロンのランボーのね、一作目のファーストブロッドのラストシーンの言葉が思い浮かぶわけですよ。まあランボーはね、戦場に行ってベトナム戦争で戦ったわけなんですけども、戦場ではねもう100万ドルもする兵器が使えたし、戦友は山ほどいたと。それこそ戦うにはもう事欠かないような資源があって、何でも使わせてくれた、どんなこともできた。でいざ戦争に負けて国に帰ってきてみたら、お前は赤ん坊を殺したとか言ってね、国民に蔑まれて、駐車場の係もやらせてもらえないみたいな感じでね嘆いてましたけども、竹原さんもせっかく世界で一番強い男になったのに、日本ではボクシングがあんまりね目立ってなかったんで、それこそわずかなギャラ、本当に人に言えないようなギャラだったらしいですよ、世界チャンピオンになっても。おそらくあれじゃないですか、50万とか100万じゃないですかね。でバイトをしながら暮らしていて、そうこうしているうちにガチンコファイトクラブからオファーがかかって、そこでめちゃくちゃやったら人気が出て、でも番組がなんか PTA とかの関係で教育上よろしくないってことで終わってですね、で終わったら今度竹原さんはステージ4の膀胱癌かなんかになってしまってね、闘病生活があって、そっから這い上がってきて、ちょっとまあ YouTube やってみるかみたいな感じで YouTube で面白いことをやって、その笑いでね、癌を撃退しようと思って精神力を高めてやったらしいんですよ。それが今に至るっていうかね、ものすごい人気チャンネルになっちゃって、でこの前柴田さんもねなんか、かかっていって、ああいう風になっちゃったんですけど、感動でしたよね。だから精神力が感動を呼んだんではないかなと思いますよね。私たちは別に末期癌でもないですし、そんな乱暴みたいにとんでもない目にあってるわけでもないわけですよ。すごい有利だと思いますよ。だからセンスがあろうがなかろうが、この体で、ね、この体で、この精神でやっていくしかないんじゃないですかね。そんな迷ったり、いろいろね、躊躇して人に質問してる間に、チャンスは逃げていくんじゃないですか。ということで今回のメッセージは以上です。